全部真ん中ぐらい、10メートルぐらいまでのダッシュで OK なんで、10秒間隔でいきますね。10秒間隔ね。で、1本目のプルを2本目のスイムに生かして、ね、3本目のキックを4本目のスイムにしっかり生かしてあげるようにね。だからしっかりあのラストキック打って10メートル。頑張ってくださいね。はい、よーい。はい、それは8本ね。まずプルダッシュね。はい、よーい。はい。前から取りましょうか。で、手はなるべく頭のところからね、遠いところに入れていってくださいね。抵抗を少なくさせるっていうの大事なんで、はい、ちょっと上に上げる力が強すぎるんで、あれをあのこう上げるんじゃなくてまっすぐですよね。はい、はい、OK、いけますね。だいぶあの細く泳げてると思うんで、そう、頭の上からね持っていってね。はい、はい、行こう。はい、スイムダッシュね。はい今のストロークをしっかり浮き上がってからしっかりと一かき目二かき目特に大事なんで、はいはいはい、ちょっと鼻のかな、もうちょい細くでもいけると思うんで、頭の上から持っていく意識で、まあ、肩痛かったらちょっとね、もう仕方ないと思うんですけど、はい、行こう。はいはい、今度キックダッシュね。はいはい、でちょっと足開いてるんで、ちょっと狭くね、足先揃えた状態で蹴ってくださいね。足開いた状態で蹴るとキック力半減するんで、 OK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 、 ああ冷たい、はい、足先揃えてね、あ、まだちょっといい感じですね。ちょっと足出すぎかなという感じで、ね、出てちょっと縦に蹴ってる感じあるんで、足先揃えてね。ちょっとあの細かすぎるんで、もうちょい水の中で、今の幅であれやったら水の中でしっかり蹴りましょうか。あ、そうやね、 OKOK、 あ、今いいか、すごいいい感じ。はい、で次ラスト 10m スイムダッシュね。今のキックをしっかり入れてあげてくださいね、このスイムで。でゴールタッチしっかりね。はいはいはい、はい、OKOK、 はい、はいはい、前に持っていってくださいね、前にね。はいはい、で2セット目はまだプルダッシュからいきます。そうですね、今いい感じにいけてますね、頭の上から。はい、遠いところにね、一番自分の遠いところね、負けたさん、もうちょいだけ細く泳ぐっていう感じ。はい、そうやね、 OKOKOK。はい、うん、だいぶ大きくなってきましたね。はい、はい、でちょっと右手のエントリーが近いんで、もうちょい遠くに伸ばしていきましょうか。 OKOK、 あと有利はせやね、あの頭入れるのが、ま、ちょっと真下なんで、もうちょい向こう側に頭入れるという感じで入れていくと、前にちょっと進みやすくなるんで。はい、 OK です。はい、
宮崎さんはちょっとあれやね、あの下に叩いてるという感じなんで、前へ手を投げ出すというような感じでやってもらったら OK やと思います。あ、OK やね、今のこの感じをちょっと忘れんようになきゃね。はい、はい、はい、キックダッシュね。はい、でなるべく水の中でね、水の中で蹴ってください。足ね、飛び出しすぎんようにだけね、足先しっかり揃えて水の中でねちょっと蹴るというような意識でね。どっちかといえば足の甲で押すというような感じね、感覚的にちょっと押すというような感覚で蹴ってあげるとキックはすごく進むんで、はい、はい、はい、中です、はい、でラスト10メートルね、はい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 、細くやで、はい、頭の幅ぐらいでね、入水していくというような感じでね、はい、そうですね、はい、はい、OK。